第5位は、マインドフルネス瞑想ですね。はい。まあ、具体的にどういう呼吸法とかはですね、指示しないで、マインドフルネスの呼吸って、一箇所に集中して呼吸をしていくってやり方なんですよ。だから一応この実験だと、この両目の間のこの額のこの部分ですね。で、この部分に意識を集中して、呼吸をすると。はい。いうふうなことを指示されて行ったっていう。こういうまあ一般的な一点に集中するタイプのマインドフルネス瞑想。はい。これもですね、メンタルの改善には効果あったわけなんですよ。一点に集中すればいいので、例えばこのおでことの、この目と目の間、この眉毛の間あたりぐらいとかに集中してもいいし、僕なんかはね、このおへその下あたりとかに集中して呼吸とかをするとかでもいいです。はい。